大竹紳士公有録月曜日は経済アナリスト森永拓郎さんですどうもお願いいたしますちょっと株価の話だけ先にしておくとですね株価の話だけ先にしておくとですね年末か年始の、えー、関西方面でやってるそこまで行っていいんかいっていう番組があってその番組で 私は年末の日経平均株価1万5000円まで下がるって言ったらみんなが気に取られてですねお前、こんなこと言ってな外れたらどうするんだって皆さんに言われたんですだから私は1年後、もう一度呼んでくださいと外れたら土下座しますって言って一応土下座と引き換えに1年後の出演権を得たんですけど。 <laughs> まあそれはそれとして、ですね、はい、あの今、株が下がっているのは、あくまでもこの戦争が原因で、その不安で下がっているんですけど、じゃあ、これで戦争がまあ何らかの形で終結したら、またすぐ一気に戻るかっていうと、私は全然そんなことは思ってなくって、異常に高いんです。あのこれ株価も 原油,も原油ももうなんか140ドル近くまで上がってるんですけれどもこれも全部バブルなのでえそのバブルが耐えきれなくなってドーンと落ちるっていうのがもう一段階来るのであのリスナーの皆さんにお話をしておきたいのはですねえーリーマンショックの直後え証券系のエコノミストたちの9割以上がえー これだけ安くなったんだから皆さんもう買い場ですよって騒いでその後真っ逆さまに落ちていったんですだか<ー>らあの皆さんですね、えー、今はすごく危険なんですもうアップダウンが激しいので、うん、えあのぼーっとしてる人は絶対手出してはいけません、うん、大怪我をしますのであのぜひ慎重にそうですよね、はい、えもう、はい うん、えさっき話したこの原油価格ね、はいうん、すごい動いてるんだけど、あれは本当に需要とかっていうバランスだけなの、それとも投機筋がうそうなんです、で今日はそのお話をしに来ました。うんあえー、で、3月の2日、うん、2> 5日前ですけれども、うんうん、欧州連合がですね、うんえー、国際決済システムのス w フト t、えー、からおロシアの大手、うん 銀行を排除するとスイフトスイフトっていうのは、1日500兆円ぐらい取引されてるんですけれども、ドルが基軸なんですけど、ドルと現地通貨の間で、代金のやり取りをする、500兆円、毎日500兆円以上、すごいんですけど、そこでロシアを金融面で封じ込めた、特にロシアの中央銀行を外したのは大きいんですけど、ただなんです。 これロシアの銀行、2つ対象から外してないんです。一、うん、つがズベルバンクっていう最大手です。はい、そしてえもう一つがえっとガスブロムっていうですね、うん、これをランキング3位です。うん、トップと3位を外してない。なん、はい、でか、この2つがヨーロッパの、え。ー ロシだからそこまで止めちゃうとヨーロッパの天然ガスが止まってしまうとだからそれは困るからってんでここを生き残らしたんですただでさえこのスイ i f からロシアを外しても中国っていう抜け穴がある上にこの第1位と第3位の銀行を残したことによって そのロシアの金融制裁っていうのが、うん、まあざるになっちゃったっていう事情があるんですね。うんうん、でなんでヨーロッパが嫌だ、うんえー、ロシアからの天然ガスの輸入をその、うん、継続したかったかっちゅうとですね、はいえー、ヨーロッパ全体で見るともしロシアから天然ガスが調達ができなくなった時アメリカや 北アフリカからの支援を入れても消費量の1割が不足してしまうと。つまり逆に言うとロシアを途絶してもですね、9割は確保できるんです。これはヨーロッパでいいじゃなくて日本も一緒なんですよ。日本もサハリン ロシアと共同開発した、はいえー、ガス田があるんですね、はい、でそこからいまだに輸入を続けています、いまだに。うん、で、これも日本の天然ガスの1割ぐらいなんですよ。うん、で、だから逆に言うと、ロシアから買わなくっても、9割は大丈夫っていう。 話なんしかもだから今はロシアは原油にしろ天然ガスにしろ輸出は継続できてるわけです。ところがですそのこの原油とか天然ガスの値段っていうのが、うん、まあ平時の3倍以上になってるわけですよ。ということは今何が起こってるかっていうと、はい、世界中がロシアに制裁をしているどころか。うんうん 戦費をバンバンン補助してる、うん、多分ですよ、まだ統計が出てくるのはずいぶん先になると思うんですけど、うんうん、今、ロシアは濡れ手に泡で儲かっている、うん、これね、うん、一般の商品は、うん、そのこのこの i f 金融規制によって売れなくなってる、輸出ができなくなってるんですだけどねその、この原油とか天然ガスの収入の大部分はロシア政府に行くんですよ。で そこがどこに行ってるかって言ったら、もう、これも証拠はないんですけど、色はついてないですけど、どう考えたって、軍事費、兵器に行ってるに決まってるわけですね、だから我々が高値で、高値でこの原油とか天然ガスを買うっていうことは、結果的にですよ、意図をせずして、ロシアの戦争を支援しちゃうっていうことになるんです。 ヨーロッパも日本もその輸入が1割程度なんだったら森永さんはそれやめたところで9割は大丈夫だろう9割大丈夫ならば、はいまあ、まあいろんなものこれからまあちょっと出遅れてるかもの省エネ,エネに向かってこう太陽光だとかいろんなことを考えていけば補充できるんじゃないかそうなんですで、ね、実はその冒頭で うん、大竹さんがおっしゃった、うん、その値段の決まり方、うん、原油のこれはニューヨークのマーカンタイル取引所っていうところで行われてる西テキサス産の軽質油の先物取引の値段で価格が決まるんですよ。うんはい、で、うん、ここはもう100%近く、うん、まあ100%って言っても過言じゃないほど投機、うん、資金です、投機、うん、資金が値段を決める。うん、だから もちろん現実世界の原油の需給は影響するんですけれども、うんうん、ちょっと供給に不安が出たり、そうすると暴投するんですね、需給が逼迫するぞと思ったら、うんで、ちょっと余ると暴落するっていう市場なんですよ。うんうん、で、えー、一昨年の4月は、この WTI はマイナスだったんです。石油を買う 金だから石油もお金もタダでもらえるっていうから大暴落したんですそれはコロナで需要が落ちるぞって思ったからなんですね別にそんなに落ちてないんですよでもマイナスになっちゃうで今も別に供給はされてるんですよ原油はだけど戦争で減るかもねっていうので大暴騰してるんですということは1割ぐらい需要を 抑えてやれば、原油価格や天然ガスの価格が暴落するんです、で暴落するっていうのが、実は我々の暮らしを楽にするだけじゃなくって、ロシアのに対する厳しい制裁になるんですよ。だから私はね、やろうぜって思っているんです。ね 実はわれわれ、経験があって、ですね、うん、え近くでいうと、11年前の東日本大震災の時、うんうん、皆さん覚えてますか、その原発がみんな止まって電気が足りない、電、え、気、ー、に列並びましたからね。はい、で、うん、我慢したんです、うん、もうあの年の夏なんて、うちのかみさんなんか、もうエアコンつけられないっつって、熱中症で倒れそうになるぐらい、我慢に我慢を続けたんですよ。うね、うんならね でできるんですあの東日本大震災の時に何が起こったかっていうと、うん、エネルギー総供給量っていう統計があるんですけれども、うんえー、東日本大震災の前年、2010年と、うんえー、翌年、2012年を比べると、うん、エネルギー供給、まあ、イコール消費ですけど、うん、6も落ちたんですだから、10%減らすなんていうのは、うん、やる気になったらできる。 ねこれちょっと若い方は多分ご存知ないと思うんですけれども、うん、石油ショックっていうのが昔起こったんですね、うんうん、もう50年ぐらい前です、はいうん、でその時は何が起こったかってもう東京中のネオンが消えて、うん、街が真っ暗になって、うん、みんなで電気を節約したんです、うん、そうでしたねだから私はね、うん、その 都庁をウクライナの国旗色にライトアップするんじゃなくて、うん、都庁の電気を消せ、ねうん、私はもう先週から自主的に始めたんです事務所に泊まり込む日が週に1回か2回あるんですよ。その日はもう エアコンつけるのやめます。うん、まだ先週はまださま寒かったです。はい、でもね、毛布二枚と布団にこう、うん、くるまって布団むしみたいにして寝たら、うん、大丈夫です。大丈夫ですか？ね、ただただ私一人やったって焼け石に水なんです。うん、みんながやれば、うん、はい。 これね、その大滝さんもさっきちょっとおっしゃいましたけど、中長期で言えば、もっとやれること、いっぱいあるんです。あの電車からずっと屋根見てたんですけど、今ね、東京周辺で屋根に太陽光パネルがついてる家って、も1割ぐらいしかないんですよ。あれ貼れば電気は大幅に節約できます。 それだけじゃなくて、はいえー、例えば家を建て直す人は断熱効果を上げるだけで、うん、ものすごくエネルギー消費減るんですよ。でそれからちょっと郊外で余裕があるうちは、うんはい、薪ストーブ入れれば全然あったかいんです冬。それからエネルギーをがぶ飲みする。 タワーマンションの建設、新規建設を抑制するとかですね、やるれることは無数にあるわけですよタワーマンションってエネルギー、飲みするんでいやいや、だって、1回エレベーターで自分家帰るまで10円電気代食うんですよ、そう、水道だって、普通の水道管からは出ないわけですよ、高いから、だからポンプで上まで持ち上げて、で全館セントラルヒーティングかなんかになってて、もう床まであったかいんです。 すごい電気食いますねそうそうあれあったかいんじゃないんですよあったかくしてるんですものすごいあの一番ムカつくのは洗濯物干しちゃいけないんですはい。おかしいでしょ乾燥機みたいになっちゃうんですそれでもか電気食っちゃってるわけですねベランダに干せよって思うんですけどなんかマンションの管理規定かなんかで洗濯物干しちゃいけないんですよ だから、そういうことをしてたらどんどんエネルギーを食う、30階建てでね、ちょっとベランダ出るのは勇気いるからね、そうか、そうでもそうすかね、でも、洗濯も落ちてきた時ちょっと怖い、怖いっていうのはありますけどね、だから、みんな、私は言いたいんです。ウクライナのの支援ために 省エネしようぜ。うんまあ、まずは、まずは自分でできるところから、ねまあ、それいいんだけど、それにしてもだね、さっき言った陶器筋が。卵黄業ね、招くっていうシステムは変わらないですよね、そこの部分は。うん、あ、だから、これで暴落したら奴ら潰れるので、うん、私はそれもいいと思う。いいと思う。<laughs> いい思うありがとうございました。うん、明日は深澤真紀さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。